はい、右手下ドリルですね。スイング中、クラブね、クラブの下に右手が常に下っていう感覚が分かるドリルです。この、直径10センチから15センチの筒状のものを使って、するドリル。太いんでね、右手が下の感覚がよく分かります。じゃあやってみましょう。はい、このようにね、右手の方がこちら向いてます。そして、これシャフト飛び立ててくださいね。シャフトの内側、背中を舐め回すようにして、右肘から抜いていきます。ヘッド側は垂れてて結構です。この時もうすでに右手下です。ヘッド側を背中側に残して、背骨を軸に背中を入れ替えます。右軸回転です。ちょうど、この時点で背中越し感じますね、こっちに。背中越しを感じたら、こちらの方向に向かってハンマー投げの意味です。重いので遠心力すごく感じます。右手ずっと下のまま、こうですね。ブラーンブラーン、遠心力感じます。しっかり引っ張られるように。で、このグリップ側は、ここのスロットの左腰の方に引きつけて、高心力。もうすごく振られちゃいますので、背中をしっかり使うことがよくわかるんです。それをですね、よくこう、早く手で振ろうとすると、これ腹切りショット、ね、ショットになって、これカットイン、アウトサイドインの原因になりますので、これには気をつけてください。両足が常に体の幅の中に入っている。右手下、遠心力ですね。